ちは。パーソナルトレーニングスタジオ名古屋表参道代表のさきです。今回はこれ一本で全身痩せが叶う神ストレッチをやっていきます。背中や股関節など体の主要な部位をしっかりほぐせるだけではなく、すべて寝ながら行うことができるので、ぜひ私と一緒に動いてみてくださいね。それでは始めましょう。それでは両肘を曲げて頭の上に持ってきましょう。膝を曲げて膝を立てた状態で行っていきます。このまま下半身を左右にひねっていきましょう。上半身を動かさずに下半身だけ動かすようにしていきましょう。ゆっくり呼吸しながら続けていきます。体の力はリラックスさせていきましょう。さあ、硬くなっている方は、倒すのが結構最初難しいかもしれませんが、少しずつじわじわとほぐれていきますので、焦らずやっていきましょう。このまま続けます。はい、バッチリです。はい、では両膝を今度抱えていきましょう。はい、今度は股関節を大きく動かしていきます。では膝を抱えた状態から股関節をぐるぐると回していきます。これも股関節に力を入れてしまったりとか、肩や首にギュッと力を入れてしまうと体がほぐれにくくなってしまうので、力をなるべく抜いてリラックスするように心がけてみてください。さあ、気持ちよくほぐしていきましょう。股関節をほぐすだけでも、下腹や、足を細くするのにとても効果的ですよ。はい、あと少しです。はい、お疲れ様でした。では足を伸ばしていきます。はい、はい、では、ごめんなさい、膝を曲げていきましょう。足と足をくっつけたまま準備していきます。このまま足と足をくっつけた状態で膝を外に開いていきます。ちょっとここでやっていただきたいのが、足の付け根のところを両手で触っていきましょう。で、手で触るだけでもその部分をこう意識しやすくなって、より効果が上がりますので、股関節を今は触っていただいて、こう股関節からしっかりと足を動かすというのを意識して行ってみてください。普段お客様に指導する時でも、股関節の意識したい部分を手で触ってもらったりとかして、意識してもらうようにしています。そうすると効果が上がりやすいです。はい、 OK です。はい、では足を伸ばしていきましょう。今一度体の力抜いてから、まず片足の膝を曲げていきます。膝をまずは胸の方にぐっと近づけていきましょう。近づけるの難しい方は持つだけでも大丈夫です。このままここからさらに膝を横に開いていきます。股関節を開いていきますので、膝だけ開くという感覚ではなく、股関節から内ももをぐっとストレッチする感覚でやってみてください。深呼吸していきましょう。内ももやお尻の筋肉を気持ちよくほぐしていきます。で、内ももの筋肉も結構硬くなっている方、特に女性だと多いので、こう足が特に内股気味の方とかはすごく硬くなっていたりするので、しっかりほぐすことで綺麗な足を作ることができます。 OK です。はい、ではゆっくり反対に変えていきましょう。では膝を持ち上げて準備します。はい、ではまずは膝を胸の方に近づけていきましょう。じゃあ体の力はリラックスです。はい、では膝をここから開いていきましょう。しっかりと手で抱えて横にぐーっと開いていきます。内もも、この曲げてる方の足ですね、の内ももが伸びるのを感じていきましょう。この時に体がなるべくこう一緒についていかないように、体を固定したまま膝
と股関節だけをグッと開くように意識してみてください。うん、いいですね。このまま行きましょう。で、たくさん開かなくても大丈夫です。OK です。はい、OK です。いいですね。では、膝を、今度は曲げた状態なんですけど、まず、下の足、床にこんな感じで置いていきます。で、膝を縦にしている方は少し体の方に足を近づけていきましょう。はい、では両手床に置いた状態でここからお尻をぐーっと持ち上げていきます。で、意識していただきたいのは特にこの膝を天井の方に向けている方の足、この股関節をぐーっとこう伸ばすようにイメージしてみてください。そうすると両方とも股関節の筋肉が伸びやすくなります、なると思います。お尻の筋肉もしっかり使われますので、より伸ばしやすくなっていきます。お尻を意識して、この上の方の股関節をぐーっと押し出して伸ばすようなイメージです。さあ、あと少しです。ちょっときついかもしれませんけど頑張っていきましょう。はい、 OK です。バッチリでした。では反対いきましょう。では反対も膝を曲げて、足を自分の方に少し近づけて準備していきます。はい、ではお尻を持ち上げて、イメージはちょっと天井のこう斜め上に向かってお尻を持ち上げるような感じです。で、その時に上の足の股関節のあたりをぐっとこう上に押し出すようにして、伸ばすことを意識していきましょう。この時も肩や首はリラックスですよ。はい、で、お尻持ち上げるタイミングで息を吐いていきましょう。ふーで吸いながら戻って、吐きながら持ち上げていきます。はい、あと少し頑張っていきましょう。これちょっとストレッチの中でもきついと思うんですけど、その分しっかりと伸ばすことができます。じゃあラストです。はい、バッチリです。ではうつ伏せで準備していきます。よいしょ。はい、ではうつ伏せの状態で、肘を前に曲げていきます。で、ちょっと手は近めに置いていきましょう。ここから上体を起こしていきます。で、顎を上げすぎないように気をつけてください。首の後ろを長く保っていきます。肩の力も抜いて、首を長く保っていきましょう。そうです。たくさん起きられない方は、もっとこう上体低くしていただいても大丈夫なので、できるところでやっていきましょう。で、逆にさらに余裕がある方はもう少し上体をぐーっと持ち上げていきます。足の付け根からお腹の筋肉を気持ちよくほぐしていきます。しっかり深呼吸しましょう。あと少し。うつ伏せのまま今度は手を顔の下に置いていきましょう。足は自然にしていただいて大丈夫です。片足の膝を曲げていきます。はい、じゃあこのまま膝を斜め後ろにぐーっと持っていきます。深呼吸しながらぐーっと足の付け根を伸ばしていきます。結構こうダイナミックに伸ばしていくストレッチなので、この体の前側から太ももにかけて、大きく伸ばすことができます。はい、このストレッチは、単にこう股関節柔らかくするだけじゃなくて、ヒップアップにもとても効果的なので、女性でお尻の形が気になる方にもおすすめしたいストレッチです。あと少し頑張りましょう。はい、お疲れ様です。では反対に変えましょう。はい、では最後です。頑張りましょうね。はい、では片足の膝を持ち上げながら斜め後ろにねじっていきましょう。で、必ず呼吸と一緒に行うのがポイントです。息を吐きながらひねったら吸いながら戻ります。はい、股関節を緩めるだけではなく、お腹や、お尻の形を整えるのにも効果的です。くびれを作ることもできます。息を吐きながら
なかなかこう大きく動かないかもしれませんが、ご自身のできるペースでやる、ご自身のできるところまでやるのが大事になります。あと少し頑張りましょう。ラスト、はい、よく頑張りました。お疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。部分的にじゃなくて全身を引き締めたいと思ってる方って多いですよね。そんな時に実はハードな運動よりもストレッチが有効だったりします。私が今まで見てきた方でも全身の関節の硬さが体型が崩れてしまう原因になっている方ってすごく多かったので、硬くなった関節をほぐすだけでも代謝が上がり自然に痩せる方も多いんです。今回ご紹介したストレッチも硬くなりやすい背中やお尻、太ももの筋肉などをバランスよくほぐすことができるので、ぜひ毎日の習慣にして続けてみてくださいね。年齢的にも運動しなきゃと思っているのになかなか運動を続けられない方も多いと思います。このチャンネルではそういった運動が苦手な方や体力のない女性でもとにかく楽しく運動を続けられて、さらに見た目もしっかり変わるエクササイズを配信しているので、一緒に頑張りたいと思った方はぜひチャンネル登録もお待ちしています。昨年9月に発売して現在も発売中の私の著書でも、毎日たった5分行うだけで全身が美しく引き締まるエクササイズをたっぷりご紹介しているので、興味がある方は概要欄の Amazon をチェックしてみてください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。